ストレス太りに効く足ツボを紹介していきます。座って足の裏を押すだけです。超簡単なので、ストレス溜まってご飯食べ過ぎちゃうよ、運動するやる気も起きないよ、ストレス溜めやすいよって思ってる方は一緒にやっていきましょう。足の指の筋肉を温めるためにグーパーやっていきます。3、2、1、スタート。両足同じようにグーパーグーパーって感じで動かしましょう。足の指の筋肉弱い人は浮き指といって、下半身のラインが崩れやすいので、しっかりねグーするっていうことも大切です。3、2、1、 OK。 今度は片足ずつやっていきます。人差し指の第一関節で足の親指をグリグリしていきましょう。ストレスのツボを刺激していきましょう。指の腹もねしっかりねやってください。人差し指が難しい人は親指でもいいです。好きな方の親指でねゴリゴリほぐしていきましょう。今度は人差し指から順番に一個ずつやっていきます。ここは自律神経のツボです。指から指の腹も、指をやった腹もやるっていう感じでマッサージしていきましょう。一度にたくさんしたいと思いますが、いろんな場所を刺激するとツボの効果が減るので、一個ずつねゆっくりほぐしましょう。 3、2、1、 OK。 次は隣の指です。指が疲れたらね手変えてもいいです。 3、2、1、 スタート。指をほぐしたら腹をほぐす。細かく言うとね、ちゃんと指から流さないといけないとかありますが、あまりこだわっちゃうとね続かないので、指をゴリゴリ、腹をゴリゴリ、指も少し位置を変えてね。 3、2、1、 OK。 はい、次は隣の指です。この指がね一個ずつ自律神経が働いてますんで、ほぐしていきましょう。押す力はねそこまで痛くない方がいいです。痛気持ちいいなぐらいの力でいいです。なんか強く押したくなっちゃうと思いますけど、強くなくていいです。軽く触るだけでも違います。最後は小指です。3、2、1、 スタート。小指をほぐしていきましょう。指疲れたよって人はね、人差し指とか中指でグリグリしてください。なかなかこういうの見ないとやらないですよね。3、2、1、 OK。 最後は土踏まずです。親指のラインがストレスのツボになっているので、しっかりね土踏まずを押してほぐしましょう。親指の腹から土踏まずを通ってかかとの位置まで、押すのが疲れたら指で押していきましょう。少しずつ位置をね横にずらして。はい、 OK。 次は反対の足です。親指からやっていきます。3、2、1、 スタート。
特に親指がストレスのねツボなんで、ストレス溜めやすいよ、ストレス溜めすぎちゃうよっていう人はしっかりね親指をほぐしてください。いろんな方向からねほぐしてください。外側、真ん中、 OK。 次は隣の指です。これだけでも足がねすごく温まると思いますんで、足が冷えやすい人はね毎日見ながらやってください。特に寒くなると日照時間が短くなるんで、太陽浴びる時間が減っちゃいますよね。自律神経すごく乱れやすくなるんで、しっかり指をねほぐしましょう。はい、次隣の指です。とか見ながらね、画像だけ見てやるよりはこういった動画を見ながらね一緒にやった方がね楽しいですよね。ストレスをしっかり改善して自律神経を整えてダイエットに励みましょう。 3, 2, 1, OK。 次は隣の指です。押す指が疲れたらね、ちょっと指もねほぐしたりしながら、押す手も疲れちゃいますからね、指もほぐしながら、もいいですが体のケアも大切です。特に足なんかすごい血行が悪いんで、しっかりね動かしたり使ったりほぐしたりしましょう。押すのがね難しかったら人差し指とか中指で押していきましょう。痛くやっちゃうとね継続できなくなるんで、気持ちいいぐらいでやってください。はい、 OK です。